あの下げたってくれるというふうなやり取りをしているところをイギリス人が見ちゃったんですね。あとさ、イギリスのコップも下ろしたよね。あの下ろしたというかもう引きずり下ろしてたよね。それってさ、つまりさ、侮辱ってことだよね。さあ、アヘン戦争でイギリスは清をボッコボコにして南京条約を締結します。清の国内ではイギリスへの不満が高まって外国人排斥運動なんかも起きます。そんな中、とある事件が起きてしまいます。南京条約以降、清よりもイギリスの立場の方が上になったので、清もイギリスには強く言えない側面がありました。それを逆手に取ったとある清の人たちがアロー号と名付けた中国船の船にイギリス国旗を掲げて運航していました。一説には中国船籍ながらイギリス国旗を掲げたアヘンの密輸船だったという話もあるんですが、真意に関しては分かりません。いずれにしても中国船がイギリス国旗を掲げながら走行していたところ、新政府が、あーちょこれ君たち、これイギリスの船じゃないだろ、もうこれ立ち入り検査と言って海賊行為という理由で船に乗っていた真の人たちを逮捕します。たくもうこんな騙しみたいな国旗掲げてさ、こんな海賊みたいなことしやがってさ、あーいい、みんなこの国旗も下げちゃってくれるというふうなやり取りをしているところをイギリス人が見ちゃったんですね。あーちょっといい、あのさ、君イギリスの船員を逮捕したよね。 あとさイギリスの国旗も下ろしたよね。あの下ろしたっていうかもう引きずり下ろしてたよね。それってさ、つまりさ、侮辱ってことだよね。というふうに、まあイチャモンのような形なんですが、この事件がきっかけで1856年アロー戦争が勃発します。しかもこの戦争ではほぼイギリスが勝利できることを知っていたフランスやロシア、アメリカなんかもイギリス側について参戦します。本当にこれもえげつない話ですよね。結果は当然ながらイギリスを含む連合軍の勝利。1858年に天津条約が交わされます。この条約の内容がこのようになっていまして、軍事費の賠償、外交官の北京駐在、外国人の中国国内旅行と貿易の自由化、キリスト教布教の自由化と宣教師の保護、10カ所の開港、治外法権などです。治外法権というのは日本も結ばされたんですが、簡単に言うと、例えばイギリス人が清の国内で犯罪をしたとしてもイギリスの法律で裁くというものなんです。つまりイギリスがイギリス本国以外で罪を犯した場合は全て無罪というような法律を作ってしまえば、イギリス国外では何をしても罪には問われないという恐ろしく不平等な内容なんです。清にとっては屈辱的な内容なんですが、戦争によってボコボコにされている以上、条約にサインするしかなくて天津条約が締結されます。ただ清は清で変な色気を出してしまって、この天津条約を一切守りませんでした。この状況下でよくやるよなという感じもするんですが、当然のごとくイギリスは激怒して再度軍を派遣します。そうして1860年に新たに北京条約が結ばれます。その内容が天津条約の実施、さらに天津港の追加開港、賠償金の増額、空論島の割譲など、清も天津条約を守っておけばよかったのになという内容で、追加でさらなる厳しい条件を飲まされることになりました。ということで、1815年のナポレオン戦争以降、イギリスが海上覇権を握ってからどのようにして領土拡大、植民地を獲得していったのかを見てきました。かなりアジアの割合、特に中国に関する部分のウェイトが大きかったので、だいぶ脱線してしまったんですが、このようにしてイギリスは1800年代には大英帝国として黄金時代を築いていきます。この海外領土拡大の間、イギリス本国ではどのような変化があったのかというと、基本的には好景気に脇に湧いているんですね。1815年にナポレオン戦争は終わったんですが、そもそもこの戦争のきっかけっていうのはフランス革命でしたよね。1789年のフランス革命は絶対王政に反対する市民の革命でしたが、それを押さえつける形で連合軍が勝利して、ウィーン体制では旧体制の維持、つまり王政の維持を構築しました。とはいえ完全な王政も考えものだなということで、1801年にはイギリス議会が発足します。一部の有力な貴族や資本家などに選挙権が与えられて、地域の代表者を選んで議会に送り込むという現在の仕組みの原型になっています。ただイギリスでもフランス革命の影響を受けて、王政への反対や過度な資本主義が拡大する中で、労働者の階級を主張するような運動なんかも起きてきます。
これをティーチズム運動といって、後に庶民の代表である労働党が結成される流れにもなってきます。いずれにしてもこの時には海外領土の拡大による利益を享受していたのは一部の特権階級の人や資本家たちだったんで、裕福な人はどん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 豊かになる一方で、庶民たちはまだまだ厳しい暮らしをしていました。そんな中、そもそもこの資本主義っていう仕組みが悪なんじゃないという人なんかも出てきます。この頃にドイツからイギリスへ移民していたカール・マルクスが共産党宣言や資本論などの書物を出版して、共産主義、社会主義という考え方を唱え出したりしています。一方、イギリス王室を見てみると、フランス革命、ナポレオン戦争も乗り切って依然としてハノーファー朝が続いていました。1837年に6代目のハノーファー朝の王として即位したのがヴィクトリア女王です。なんとこの時18歳です。彼女の統治時代にイギリスは帝国主義による植民地支配を推し進めて、イギリスの地位を大英帝国にまで押し上げます。彼女は1901年81歳で亡くなるまでその地位に絶対女王として君臨していました。イギリス史にとっても非常に意義深い彼女の統治時代はヴィクトリア朝と言われることもあります。彼女の統治時代にはどんどん海外領土も獲得して大英帝国を築いていくわけなんですが、それに負けじと他の国々もなんとか食らいついていきます。例えば1868年、日本では明治政府が成立して、ヨーロッパから文明を吸収してやれ追いつけ追い越せた文明開化の鐘が鳴りました。そして日本と同じようにヨーロッパではドイツが産業革命によって急速に発展していきます。ドイツはイギリスやフランス、スペインのように海外領土が欲しかったんですが、もう獲得できる土地がなさそうです。さらにロシアなんかも自国の領土を拡張する動きをしていて、南の方へ南の方へと領土拡大する政策を進めていきます。そして元植民地だったアメリカも自国の領土を拡大して独自に力を蓄えていきます。さあ1901年になると大英帝国の繁栄を導いたヴィクトリア女王が亡くなります。そして今や新秩序を求めるドイツ、ロシア、アメリカが台頭してくる。昔から力を持っていたフランスやオーストリアなんかも黙ってるわけがない。さあこの後イギリスはどうなるのか。